日本はワールドカップ初戦コートジボワールと戦います。そのコートジボワール戦まであと8日に迫りました。今日このアメリカタンパにも日本のサポーターは駆けつけました。サポーターの大歓声を正面に受けながら選手たちが入場してきます。青山も含めてですけど、はい、非常にこう縦パス、特に本田を飛び越すような縦パス入ってましたね、はい、松木さん、そのあたりがやはり日本にとっては大事なポイントになってきますか。そうですね、やはり相手のディフェンスラインを少し引かせて、はい、そこから相手の中に入っていくというね、そういうパスが必要ですからね。日本対ザンビア、今前半のキックオフです。立ち上がり様子見てるのもあると思うんですけどね。柿谷から本田、香川に通ればチャンスになりますが、ここも大きくサイドを変えて起点を作って中にザンビアがボールをキープして、ドリブルでかわす。まだザンビアがボールをキープする。外も空いてますからね。これ日本の選手が中央に集中したところ、外が空いたところを使ってきます。キーパーの前へ上げない。日本先制点を許しました。11番クリストファー・カトンゴ、キャプテンに先制ゴールを許してしまいました。まあ松田、日本が課題として挙げていたこの試合の立ち上がりでした。しかも決して人数が足りないわけではないですから、はい、長友かわす、中を見た、誰に合わせるか、シュート性のボール、キーパー弾いた。日本初めてのシュートです。まあ、よりザンビアのディフェンスラインをもっともっと下げてほしいということですね。さあ、キーパー出ている、ぶつかった、大丈夫か。おお、大丈夫か。ああ、岡崎が出血しています。大丈夫か。左の目の上のあたりを押さえています。岡崎が立ち上がりました。ちょっと心配でしたね。そうですね、あ、まあ、両チームの選手に、ね、はい、ショートコーナーを狙うザンビア、スルーしてシュートが来た。決まってしまった。日本2点のリードを許しました。19番のシンカラに決められてしまいました。いやー、今のはもう完全にトリックでやられましたね、はい。日本のその攻撃のキープレイヤーである香川、本田、この2人がボールを触る回数が増えましたね。あっと、これは香川から岡崎、もう一度香川、中を見てキーパーの前に、ピケですかね。ピケじゃないですか。ハンドですかね。ピケです。いや、ピケですか。そうですね、日本にピケです。おー、よし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 。キーパーと目合わせないよね。全く合わせてないね。決めました、うん、日本1点を返しました。香川が獲得した PK を本田が決めて2対1、1点差に迫っています。前を向いた香川、長友もしてた、ね、これザンビアね、結構長友のクロスヘディングシュート、ニアサイドで柿谷が合わせていきました。いいゴールだったね。年利かされた松木さん、サッカーというのが出てますかね、ピッチの上で。もう本当に冒頭お話ししましたけど、はい、いいチームですよね。前半が終えて2対1。あ、これワントップですね。ワントップですね、はい、いいことだね、はい。後半から大久保がワントップで起用されます。日本ボールのキックオフで後半が始まりました。ザンビアが一つ飛ばしてきます。ロングボール、ディフェンスラインの裏を狙ったボール、吉田が対応する。1対1、送らせたい。危ない。1人選手を変えます。フォワード7番のムレンガが入ってきます。キーパー出られない。危なかった。完全にフリーな状態を作ってしまいました。上がってくる山口が対応します。シュートが来た。ポストの左、助かりました。ここからこの、まあ、攻撃の組み立て、ビルドアップの部分どう崩していくか。本田から裏を狙ったボール、オフサイドはないが、おっと、これは香川。本野に代えて森重が入ります。
大迫と右サイド大久保というね、はい、この辺のパターンを見たいんでしょうね。右サイドバック内田篤人に変えて酒井宏樹がここで投入されます。大久保、大久保、これカード出ますね。これは相手の足に大久保が厳しく行きました。イエローカードが出ます。左サイドにいた方がビルドアップすごくいいですか、ね、本人としてはやりやすそうだね。香川ワンタッチで前を向く、おいいボール入ってきた。香川のボールがゴールに吸い込まれました、日本同点に追いつきました。よしよしよし、香川が今おそらく大久保を狙ったボールだったと思うんですが、そのボールがそのまま直接ゴールに吸い込まれました。日本が香川のゴールで同点に追いつきました。今のシーンです。見事だね。17番ミッドフィルダーのルバンボ・ムソンダが3番ミッドフィルダールングに代わって入っています。まあその本大会考えたら、はい、もう3人の交代が終わってるわけですから、はい、この今のメンバーでね、そうですね、こう決着つけられるかというところも、はい、森重の攻撃参加、かわす、お前シュート成功、本田圭佑飛び込んだ日本逆転に成功。いやー、いいリズムだったね。今試合をひっくり返しました。森重の見事な攻撃参加、勝ったね今森重。ほら 90% 森重の得点取ってもね、過言ではないですね。そして最後決めたのは本田圭佑です。本田にとっても今日のこの2得点というのは並びさ大きな自信になりますかね。いや、ですね、もうメンタル的にはね。ゴールを決めた香川選手に代わって斉藤学選手が入りました。いいところ見せてほしいね、遠藤から。いやー、この辺りは並木さん、遠藤落ち着いてますね。ディフェンダー15番のチャマが入ります。ザンビア左サイド消してないとね、これ白が来る、ディフェンスに当たっている、決まってしまった。ディフェンスに当たってコースが変わりました。3対3、日本同点に追いつかれました。遠めのシュートは絶対あるんだから、あるんだったな今。青山が投入されます。日本6人の交代枠全てをこれで使いました。青山からの縦パス、大久保、大久保トラップした、シュート決まった。日本再び勝ち越しに成功。よしよしよし、青山から縦にボールが入って、最後は大久保、再び日本勝ち越しに成功しました。4対3。いや、変わって入ったばかりの青山が並びさん仕事しましたね。しましたね、あの精度の高いロングパスと、はい、いやでも今の大久保のファーストタッチ、これもう完璧だよね、はい、これアフリカ勢みたいな、もう本当しないからね、そこに止めるかっていうところに置きましたね、ボールを。ほら来た、ほらだけど今日のゲーム2得点ともディフェンスで活躍しなきゃいけない選手たちのアシストだからね。大久保が右サイド相手を引っ張ります。サイド時間作った方がいいですよね。大久保中を見てクロス上がってきた、大迫のシュート、ゴールキーパー、ディフェンダー4番のジョセフ・ムソンダが、日本がボールをキープしにかかります。あっと、ここは本田に対してのファールです。こうなってきますと怪我だけは怖い、はい、本田こういう時相手選手は文句は言いませんからね、はい、スクッと立ち上がりました本田圭佑。ここで試合終了のホイッスルです。日本がワールドカップ前最後の強化試合、4対3、ザンビアを下しました。